前回のあらすじ。タオル眼力エグすぎっしょ。眼力強子やもう。皆さんこの方眼力強子さんです。突如現れる眼力強子。手取り足取り手取り足取りで結局猿になった。やっと消えた。ああ、あら、マイナちゃんの下着。行きたくないな。バイト受けなきゃよかった。でも行かなきゃいけないんだよ。はい、今日のお隣さん。今日のお隣さん。え？あれ？なんかすごいなってない？天井こんな感じだっけ。リンゴタラ食ったやつ。あれ中とこにしよう。はい。いや大家かい。なんやなんや。やあやあ、昨日はよく眠れたかい。眠れるわけねえだろ。実は、昨日、怪奇現象が、昨日、銭湯で気味の悪いことが起きて、昨日、銭湯従業員だという女性の声、女の人の声が、え、どれがいいんだ？怪奇現象というか、これだ？ああ、田舎ではそういうことがたまに起こるんだ。どういうこと？田舎って何なの？ほら、霊とかその類が現れるのって。あ、はい。大抵人が少ないところじゃない。そうなの。この村も例に漏れずそういうことがあるんだよね。そうなの。そういうものあるの。ああ、でもそうだな。そうだな。呪いとか例のことなら、うん、銭湯に向かう前に近くの神社に行ってみてよ。あ、はい。神主がいるから話しかけて。神主さんもね。あの神主だったらどうにかしてくれると思うから。あ、結構絶対的な信頼感があるんだ。俺もマイナさんが安心して働けないのは心配だからさ。本当かよ。こいつなんか絶対なんかあるでしょ。必ず行くんだよ。あと少しだから。何が。じゃあお願いね。え、何あと少しって。何こいつ。とりあえず神社行けばいいのね。神社に、神社エル飲みに行こう。神社神社、こんな歌詞考えついてしょうがないね。あの方がこの神社の神主様。ずっと雨だね。あなたが大家の言っていた。はい、マイナでございます。マイナさん、こんな村によく来ましたね。こんな村とはそんなね、軽装なされていい村じゃないですか。どこかでお会いしたことがありますか。うん、芸能人に出るとこですか。そういうことではないんだ。何かお困りのことはありますか。困ったこと、うん、大家さん気に入らないです。本音が出てるじゃん。本音漏れとるやん、マイナちゃんの。まあ銭湯おかしなこと起こるんですよ。おかしなこと。そうでしょうね。そうでしょう。ん、あなたから邪悪なものを感じます。え、あなたがここに来てからそれは強まっているようです。ほう。そうですね。まあ、とりあえず八百万の神々の祝福を与えてあげましょう。あ、はい、ありがとうございます。それと、はい、それと、このお守りを肌に離さず持っていてください。はい。八百万の神々が道を照らしてくれますよ。あ、ありがとうございます。でもこれ多分重要なアイテムかもしれない。うん。ねえ。ああ、ボイラーのね、修理の人。ここの従業員かい。炉の修理を頼まれたんだが、さっきちょうど終わったよ。ここはなんか、もうこんなところ来たくない。あの炉は大丈夫だから二度と俺をここに呼ばないでくれ。おい、仕事ちゃんとしろよ。おい、もうまた呼んでもちゃんとね、あの来てもらうからね。あの、ちょっと先にボイラーのチェック。花見離さずお守り持ち歩きます。
おい、ちゃんとお前、直した直したで、お前、火つけてけや。舐めとんのか。戦闘舐めたらあかんで。こっちとら、ついに戦闘モード、バリバリビンビン張ってねやからな。この薪のように、硬く、強く、しなやかに、燃える情熱のごとく、燃え盛る炎のごとし。どんどん入れまーす。はい、オッケー。で、女湯の方もね、よいしょ。あれ、しまっちゃった。よいしょ。はい。よいしょ。まだまだか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。よいしょ。オッケー。うん、大丈夫ね。はい、じゃあ行きましょう。お客様がお待ちしております。いらっしゃいませ、おばあちゃん。はい、ボディーソープ、カミソリ、ウェットティッシュ。お金ね。聞いてくれる？聞いてくれる？はい、お聞きします。今日は友達とここで会う約束をしてるんですよ。でもあの人地方になったでしょ。だから心配なのよね。あら、大丈夫かな。あら、なに、カミソリ、ボディーソープ、ウェットティッシュ。はいはい、カミソリ。はい。あ、いい男じゃん。はい。銭湯は、銭湯は美容にいい。あ、待て、あ、え、待って、え、は、は、ちょ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 、お前イケメンだから許さるわけねえからな。ちょちょちょ、あ、乳首。なんで私が、なんで私が、何も見せないじゃない。女性差別だわ。違うんだよ、そういうわけじゃねえんだよ。ちょっとね、そこはね、ルール守ってくれ。もうハムコやん、お前ハムコやん。はい、シャンプー、ボディーソープ、カミソリ、タオル。はい、タオル。はい、ハムコ1名入りまーす。何？何？こっち見ないでくれる？見たくて見てんじゃねえよ。はい。なんか来た！ボディーソープ、ウェイトティッシュ、タオル。絶対これダメなタイプでしょ。よいしょ、お金受け取って。チラッピン。チラッピン。チラテキス信者。チラチラ。チラチラチラピン。チラチラピン。チラピンチララチ、読めない。あ、チラピン、あ、すみません、あなたはまだチラテケ、チラテケス教の方ではありませんでしたね。チラテケス、チラピン、ウナンチョヘペナス教徒主だこれ。チラテケスご存知ない？それは大変なことです。チラテケスは私たちと常に共に おられる神のような存在、いえそれ以上の存在なのです。チラテキスと私たちが一体になることによって平和がもたらされる。つまり私たちの安寧平穏です。チラテキスによって私たちは全ての悲しみ苦しみから解放され、新しい境地へとたどり着くことができるのです。はあ、チッピン家。新しいことがチッピン家。もうお分かりですね。チラテケスを一体なるために必要なものが、そう、このチラテケスの塊に宿った魂を宿ったこれ、信者でない基本的には持つことが許されないのですが、今日は特別に100万円でお譲りしましょう。いい加減せよ。でも可愛いな、これこれチラズさんのあれじゃん。この像は普通に可愛いな。そんなお金ありません。チラッピン、チラッピン、チラテケス、なんてことでしょう。後から泣きついてきてもチラテケスはあなたを迎え入れることはないでしょう。あなたもあの方と同じ道をたどることになりますよ。あの方？せいぜい後悔することです。チラッピン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 。ないね、こいつ。でもあの像は可愛かったな。ハムコまだおる？ハムコ。ハムコはおらんか？あれ？ハムコいねえ。ハムコサウナかな？寝とるやん。仕方ないでしょ。何が？サウナ入ると眠くなるんだから。
何だこいつ、帰れ帰れ。お前ここで寝たらお前豚の丸焼きになるぞ、考えろ。何が悲しくてお前サウナで豚の丸焼き見なきゃいけねえんだよ。はーい。何こいつ、なんか怪しい。シャンプータオルウェットし、はい。金。当方占いに精通しておりまして、当方占いに精通しておりまして、手相が見れるんですよ。見てあげますから手を貸してくだされ。やだよ、嫌です。おー、何のこと何のこと、綺麗でスベスベの手ですな。おなごの手は久しぶりですぞ。あ、ハムコおかわりです。どれ、この村と深いつながりがあるようですな。あ、こいつ地元か何かですかな。違います、この村最近初めて来ました。そんなはずは。あ、それとこの線、過去にここで何かとても嫌な経験、身体的な痛みや、痛みを経験しておりますな。してません、適当なこと言わないでください。東方適当なこと言いませんぞ。次にこの線、恨みの思いと愛情の思いが強いですな。これはよう、もう話してください、しつこいぞ。警察に訴えるぞ。ではまた。何だこいつ、絶対怪しい。ん、何てこ、何てこ、かわいいなこれ。やっぱりチラピン、チラピン、チラテキスが壊れたではありませんが、壊れたのこれ。あ、壊れた、確かになんか割れてる。壊れたではありませんか、きっと怒ってらっしゃるのです。あなたのせいですよ、きっと激励に触れたのです。あなたはもうおしまいですね、仕方のないことです。チラテキスのお怒りを買ったのです。あなたには想像を絶するような死が訪れるでしょう。何こいつ、いやましてお前神だろ、神の化身だろそれ、神の魂で宿ってんだろ。結構雑な扱いしね。正気か、うんと、あ、オッケーオッケー、ぬるいね、はいはい、今直します。よし、うん、とりあえずこれぐらいでいいわ。お風呂の温度は30キュート、カレーは中からなんちゃらこんちゃら。お湯加減いかがでしょうか。大丈夫、この人だと平和な人。オッケー、ありがとうございました、またお越し、終わった、だだ、あ、はい、いらっしゃいませ。あれ、あの兄ちゃんだよな、また来たのか。で、何も注文してこない。まあ普通はね、まあ入浴料払えばさいいだけだけどさ、てか1000円ってさ、え、お釣り払ってね、ちゃんとマイナちゃん。うん、俺はトールって言うんだ。おお、来た、俺の双子の妹を探してるんだ。はあ、何か知らないか。知りません。そうか、今この村にいることは知っているんだけど。はいはい。ん、どこかでポスター、もしかして。ああ、あのポスター見たのか。締めてないの。俺は何もしてないんだ。あ、めっちゃ怒ってる。信じてくれ。あ、そんなこと言われてもさ。この村に俺のことをよく思わない奴がいるみたいで。ほうほう。誰かがあんな変なポスターを。うん、とにかく俺は誓って悪いことは何もしていないし、誤解なんだ。そういえばさ、あのポスターさ、警察じゃなくてさ、極不動産っていうアパートのあれだよ、管理人だよな。して大家があいつでしょ。え、なんかつながりあんのかな。え、じゃあ兄貴なんかはめられてる、もしかして。妹のこと何か分かったら教えてくれ。あ、はい、いい声ですねお兄さん。お風呂の温度は39度、カレーは中からなんちゃらこんちゃら。あの、来た、いらっしゃいませー。よし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 、すごい動きだよ。はーい、お伺いします。シャンプー、え、もう一回、もう一回、もう一回、ボディーソープシャンプーね、びっくりした、シャンプーかと思った。はい、ここで床に落ちてるんで、シャンプー、はい、お渡します。シャンプー、ボディーソープね。はいはい、よいしょ。あん、あん、こんなところにいたのね、探したのよ。ほんとあなたは変わらないわね、松野さん。え、こ、あ、
なんかそういえばあったよね、なんかちょっとね、ちょっと地方になってしまったね、おばあちゃん。牛乳、牛乳がない。いきなり牛乳か、うん、ああ、確かにコーヒーフルーツイチゴってあるけど牛乳ないね。牛乳がない。ちょっとかわいい。ふっ、びっくりした、びっくりした。はい、ボディーソープ、タオル、シャンプー、はいはい、ボディーソープ、シャンプー、タオル、はい。ああ、ガキが何してんの？バイト。社会に出たことなさそうなお嬢様がこんなことできるの？せいぜい苦労しろよ。あの棒持ってこい。ちょ、ケツぶっ刺さ、こいつ。もう茹でてやろうかな。絶対なんかあるでしょ。牛乳がない。こっちは？ないね。あ、どうすればいいんだろう。何やってんの？もう死ぬしかない。諦めんな。おっちゃん諦めんな。さっきは言い過ぎた。諦めんな。大丈夫だ。まだできる。まだお前ならできる。大丈夫だ。生きてれば何かいいことある。そうだ。死んだらそこで終わりだ。ダメだ。諦めちゃダメだ。いいか。Keep myself。はいはい。すげえの来た。すげえの来た。はい。ボディーソープ、カミソリ、ウェットティッシュ。ボディーソープ。あ、ちょっと待って。保持しよう。ボディーソープ。何今の？はい。悲しみ。苦しみ。怒り。この戦闘。深い思い。女。なんだこの人。牛乳バファイ、これもう妖怪牛乳バファイやん。どう、目でシワがすごい。あ、待って、あ、妊婦さんだよね。あれ、妊婦さん大丈夫だっけ。病気と、ほんと、待って、妊婦さん大丈夫。ほんと、卒業し、あー、妊婦さん大丈夫そうだね。うん。ちょ、危ないな、ちょっと。一応、様子見よう。走るかもしんない。妊婦さん。気をつけてくださいね。ああ、え、え、赤ん坊は、まさか、え、嘘、ああここで産んだの？そんな、そんなすっぽり生まれるもん、こっちみんな。あいつのせいで、なんでこんな目に。危ない。彼女が引っ張られる。どういう気持ちでこれ掃除してる主人公。マイナちゃん？え、マジでやってる？牛乳じゃないんだよ、おばあちゃん、牛乳、もう牛乳じゃないんだよ。牛乳じゃ、違う、牛乳じゃないんで。
お疲れ様。やばいって、やばいって、オーナー、オーナーやばいって、ここ出産場所になっちゃったよ。ちょっとよく頑張ってくれたね。はい、今日は鏡の掃除をお願い。シャワーで鏡の汚れを流してから。わあ、やだ、鏡とか絶対でしょ。雑巾で綺麗に拭き取ってね。絶対でしょ。今日も最後までよろしく頼むよ。あいつ絶対サボってるでしょ。にゅーにゅー。はい、オッケー、よし、予約終わった。シャワー浴びよう。はーい、マイナちゃんの生シャワーシーンありがとうございます。はい、わしゃわしゃわしゃ。は、はー、なんか危ねえ。見なかったことにしよう。あれ、チミ猛烈の類だ。え、昨日のことがあったし、お風呂は嫌だな。サウナに入ろうかな。絶対今サウナにいたって。絶対今サウナ入るべきじゃないって。入るの？入るんだ。入ります。絶対なんかやったよね。頑張ってみよう。何を？お？あん！え？あん！ハイズリ系だ。ハイズリ系のゴーストだ。やばい、ハントするときあのめんどくさいやつ。帰ろう帰ろう。え、は、なんだ、ばあちゃんの声。あ、妖怪牛乳ババア。え、梅木さん、あれ、このスーパーマーケットの。キキキ牛乳お前もか、お前も牛乳ババアか。牛乳あるか、私の牛乳牛乳はわしのスーパーにある。アンさん取りに来い。いや、俺が取りに来るの。え、牛乳保者の牛乳バーバーでしょ。なんで俺か。てか、あれ、なんか初日来た時なんか違うのイメージが。これは、あ、回転とかあるからなんか向き揃えて置く感じかな。 OK、 終わったぞバーバー。キュッキュッ、終わったか。声のバランスなんかいろいろ違うな。なんか低いと思ったっけ、急に終わったかってなって牛乳な、めっちゃもらった。それとこれ、アンさんが持っとった方がいい気がするな。ほれ、けっけ。それにしても随分前、20年以上前になるか。その時の従業員と瓜二つの目やの。あの戦闘の呪い、アンさんには効かんようやの。銭湯呪い、20年前。ほう、20年も続いてるってこと。よく残ってるね。あそこしたら何か理由があるようや。けっけっけ。でもアンさん狙われとるな。狙われてる。とても強烈な呪いとは別の呪いよりもよっぽど厄介な。何？なんか見えてんの？この人。でもそいつは手を出せないようや。まだね。わしはここに長年いるからいろいろ知っとるんや。じゃあもうちょい詳しい話聞かせろ。もうちょい詳しい話聞かせろ。まあ気つけな。なんだこいつ。おお、なんだこれ、マトリョーシカ。ん？こけしだ。何用のこけし。まあ、牛乳。またね、猫ちゃん。バイバイ。おーい、牛乳ババア。牛乳持ってきたぞーい。あ、はい。あなたそれ。あなたそれ。娘のブレスレット。娘のブレスレット？あのボイラーにあったやつ？桜子？じゃあ陽子さん、陽子さん、え？
なしたお、え、ばあちゃん大丈夫か、ばあちゃんいるわけない、ばあちゃん大丈夫だからね。気がついたかい？あ、はい。びっくりしたよ。死んじゃったんじゃないかと思って。縁起でもねえこと言うな。今死なれたら困るんだよ。今？本当に今じゃないんだよ。なんだこいつ。え？あ、いや。お前なんか隠してるだろう。めちゃくちゃ口滑ってるぞ。バイトがいなくなると困るからね。本当かよ。あ、なんだよ。え、倒れる前の出来事を見てましたよね。この銭湯やばいです。え、呪われてますよ。言ったよね。ん、いや、俺が来た時には何も。は？お前いたよね、後ろに。もう私ごめんごめん、何か嫌なことがあったんだね。お前の面見るのが嫌です。接客業はいろいろと大変だよね。いや、ほんとよ。変な客しか来ねえし。俺はマイナさんのことちゃんと分かってるから。本当かよ。急になんか視点なんか動かせんな。お願いだからもう少し頑張って。やだ、もう東京に帰りたい。東京側の出身か知らねえけど。そうして朝を迎えるのであった。バイト始めたばっかりだけど、もう無理かも。やめたい。つらいだ。何？最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、ベルマークにツイッターもちろん押してくれるよな。え、押さないって？じゃあ今からお前ん家行くから。